西サッカーリーグディビジョン1第12週アルテリーゴ和歌山対 FC ティアノ枚方審判団並びに両チーム選手の入場です申し上げます。先日の災害により多くの尊い命が奪われました。ここに哀悼の意を込めて謹んで黙祷を捧げたいと存じます。会場の皆様、恐れ入りますがご起立の上ご脱帽をお願いいたします。それでは黙祷を始め、お直りください。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。どうぞご着席ください。
井山平方のキックオフで前半戦が開始されました。両チームに温かいご声援をお願いいたします。Thank you.
Yeah!
ケンタ、
コミュニケーション取って横、横、後編、繋がれ、チェンジ取れ、あっちへ。
無理、オッケーよ。オッケー、オッケー、オッケー。慣れてけ、慣れてけ。これ無理や。シャーリー、シャーリー。
開いた、内が開いた、おなつながれ、もうちょい、何待って。
まだ続けて、もう一番あるぞ。踏み、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 踏
終了いたしまして、0対0の同点です。最後のキックオフで後半戦が開始されました。
岡山ただいまのゴールは背番号10番白坂純也選手によるものです。これで1対0でアルテリーの岡山がリードしています。右手でバランス取ってな、2人がいたよね。
Thank you.
ただいまの得点は FC ピアノ平方プライド9番山宮正和選手によるものです。それで2対1でアルテリング岡山がリードしています。Take it out!
Come on!
持ち上げろ浜。選手の交代をお知らせします。 FC ピアノ平方、背番号6番小川直樹選手に代わりまして、背番号8番宇田博樹選手が入りました。10分あるから。
選手の交代をお知らせします。ハルテリーのテーマ、
背番号10番白方純也選手に代わりまして、背番号15番川口正史選手が入りました。アンテリーの和歌山、背番号26番富野翔選手に代わりまして、背番号20番岩宗英二選手が入りました。アンテリーの和歌山、背番号11番森崎弘樹選手に代わりまして、背番号18番
松尾栄太選手が入りました。選手によるものです。これで3対1でアルトリーボ岡山がリードしています。FC ティアモ平方背番号5番新地俊樹選手に代わりまして背番号14番吉村平選手が入りました。続いてティアモ平方 FC ティアモ平方背番号11番木田直樹選手に代わりまして背番号39番上本涼雅選手が入りました。
試合が終了しました。 FC ピアノ枚方対アルテリーノ和歌山の試合はご覧のように3対1でアルテリーノ和歌山が勝利しました。
Thank you.